動きがあるんですけども楽しんでない腕が極端に短いんですよ短いのにここに関節のくぼみがありますよねこれがもうめちゃくちゃうまいわけですねクリリン登場したあたりですねあの32話を持ってきたんですけど32話のですねワンシーン見てください32話で無天老師のところで修行していよいよ天下地舞踏会が始まるとお前らその背中の重いコールを外せって でこれを外すと、体が軽い。ジャンプしてみろって言うとこれまで4段で細かく書いてたのを全部ぶち抜いてで上のフレームいっぱいまで抜けた画面でバヒューンと2人ともジャンプしてで対空してちょっとおしゃべりができるぐらいの余裕があって着地するという流れになってるんですけども確かに面白いんですけども絵にこれなくなってるんですね。 まず無天狼師のところで修行しているという理由もまあ後に鳥居山晃が言う通りもう 街とかですね、そういうふうなものを書く余裕がなくなってきたから、戦う場所って言ったら岩山とかですね、あの、ここは人がほい、場所を移そうぜ、ふっふっ構わん、お前の好きにするがいって言ってですね、もう岩山行くとかですね、なめくせは草木も生えてないところだって、草木が生えてないのは鳥山先生の事情ですよとかですね、いろんな事情があって、ドラゴンボールっていうのは、あとまあ、展開地舞東海も周りの観客はいるんですけども、基本的に舞台の上ですね、石の、あの、なんだろう、石材で組んでる 舞台の絵で戦うのでですねでそうやってですね作画で楽をするしかなくなってきてるんですけども絵に来れなくなってきてるんです構図とか相変わらずうまいんですけども絵に来れなくなってきてまあ一応あの無伝老子の車が多分ねこれあのシボレーのインパラかなとあんまり車詳しくないんでであのシボレーのインパラのまああの天井が取れるモデルかもなとは思うんですけどまあ、ここで遊んでるぐらいですね。で えー、ここぐらいしかもう遊びようがなくなってきて鳥山明のです、ね、絵の魅力「ドクター・スランプ」の頃にもう本当に遊んで遊んで駒の隅まで遊んでいた、えー、知り合いの顔を入れてみたりとかです、ね、そういうようなことがどんどんできなくなってるんですね。で、まあ、このあとですね天下一武道会が始まって、えー、どんどん人気が上がるんですけどもしかしここでですねアニメ化の企画が始まってしまったんですね。でアニメ化の企画が始まると、 この初期の「ドラゴンボール」っていうのは「孫空修行編」「レッドリボン軍編」え「ピッコロ大魔王編」っていうふうになってるんですけども「孫空修行編」のクライマックスが「天下一舞踏会」なんですよ。でレッドリボン軍編になって徐々に徐々に路線がハード化してきてですねピッコロ大魔王編ではまあ人がバン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 死ぬようになってしまうというですね、まあ、路線のハード化が進んだんですね。で レッドリボン軍編半ばのです、ね、第84話ですねこれちょっとコマを整理して見やすくしてるんですけども、えー、カリン島というですね聖地を守るこのインディアンみたいなボラっていうお父さんですねこの人お父さんとでその息子のですねウパっていうのがですね出てくるんですけども、えー、カリン島のボラが聖地に侵入してくる侵入者を倒すシーンなんですけどまあ敵は銃を持ってるとはいえ 槍を投げてですすね、それが木をを貫いてて相手を殺してしまうわけで,す、ね、でも死んでる顔を描いてですねで、えー、他にも死体がいっぱい転がっていると子供たちを葬ってくるからでも待っておれっていうことで死体をこう掘るんですけどもこれまでも「ドラゴンボール」っていうのは人が死ぬシーンっていうのは確かにあったんですけどもここまでですねじゃないというかもっとソフトな表現で逃げてたのが多かった あのバーンと撃たれて死んだ後であので「私死んでますけど知っとるわい!」っていうです、ね、ボケとツッコミが入るような流れで表現してたんですけどもこの辺りぐらいからちょっとあの人が死ぬっていうのをですねあのはっきりと描くようになってきてるんですね。で、まあ、あの絵にも徐々に徐々に余裕がなくなってきてますまだこの頃はね森をあの描く時にまあ一本一本木を描いてるんですけど後になってくるともう塊として描いてるようになるんですよでこれはあの 後のです、ね、時代に、えー、鳥山明以外の人が色を塗ったです、ね、状態の「カラー版ドラゴンボール」だから、まあ、あまりよくわかんないんですけどなかなかこれモノクロ版の連載当初の形で見るとあ当初は楽しんで背景描いたのに本当に余裕なくなってきたんだなというのがわかるんですね。でこの当時の表紙ですねさっきの表紙と比べるとやっぱりうまくて手あの動きがあるんですけども楽しんでない。 ですね、とんででもなく上手いです。何がうまいのかっていうと僕はやっぱあのアニメやってた時にあのどんな絵がうまいのかっていうのを本当に超うまいアニメーターたちに説教したんですね。岡田さんなんてまだ自分が絵が描かないからリアルに描いてたらうまい絵と思ってるでしょうとつまり最近の,あのアニメとかにあるやたら綺麗な絵とかです、ね、髪の毛とか細かく細かく描いてる絵がうまいと思うでしょうと違いますよと。本当に上手い絵 腕の長さ。これねあの、悟空って子供だから腕が極端に短いんですよ。短いのにここに関節のくぼみがありますよね。この位置に。関節のくぼみがあって、ここで一回筋肉がへこんでるから、ここがですね、膝の関節だと分かるんですよね。あ、ひあ肘だ肘。肘の関節と分かるんですよ。で、この右手ですら、なんとなくの位置が分かるようになってると。で、腕がこんなに短いのに関節の曲がる位置がちゃんと分かって、 そのの上で腕をを伸ばしてるのを描いていいるる。つまり伸ばした棒として描いてるのではなくて本来この位置で曲がる腕をまっすぐにもしてるんですよっていうのが分かるように描いてるこれがもうめちゃくちゃうまいわけですねでも楽しんで描く余裕が絵がうまいからそれ描けるんですけども楽しんで描く余裕がないからちょっとデザイン的に処理しているわけですね。で次のですねその 86はですね、えータオ「タオパイパイの必殺ドドンパっていうですね、まあ、まあ回なんですけどこれもですね、まあ、一応あの出てくるキャラとかを描いてでかりんとうが上果てしなく伸びていってい森っていうデザイン処理で描いてるんですけどもやっぱ他にいろいろ描けそうな部分をあえて外してるデザイン的に逃げてるんですね。 ちなみにですねタオパイパイのモデルはあの漫画家の石川淳なんですけども石川淳っていうのかどういう人が知りたかったらひらがなで石川淳としてですねあのグーグルで画像を検索すると石川淳のまあまあ写真で出てきますけどタオパイパイにかなり似てますからまあまだ知り合いを漫画に登場させる理由があります <laughs> あった時代ですね興味ある人は調べてみてください。で、悟空もです、ね、こういうい だんだんハードな展開になってきたので,です、ね、シリアス化してきます、えー、ピッコロ大魔王編の半ばで,です、ね、あの人類絶滅を目指すピッコロ大魔王がついに悟空に倒されたと。 で倒されてです、ね、しかし、話はまだ続いてです、ねえー、人気がもう出ているので、まあ、本当はあのピコロ編演終わった後で、鳥山彦は辞めたかったという噂もあるんですけどもで、まあ、あの再び天界一武道会が始まって、神様の下で修行した悟空が三年ぶりに再会するというシーンですでその時に悟空が背が伸びていたんですねでその。その回の見せ方が 本当にめちゃくちゃうまいんですよ。第166話、それぞれの再開という回です。これ、あの、扉が終わって最初のページなんですよ。まず、悟空を出す前に、天下一武道会場が雨が降ってるんですね。で、雨が降っていて、で、その中からですね、あの、まあ、タクシーが来てるわけですね。で、天開地武道会場、こう1ページ、丸々捨て駒みたいなですね、状況だけを見てると。で、ここで、みんななかなか来ないなって言ってると、タクシーが止まって、そこからブルマが降りてくるわけですね。 でブルマが降りてくるんですけどもあの映画を完全に意識してません、ね、この「コマ割り」っていうのは一番最初に状況を見せてでサブキャラが噂話をして誰が最初に来るだろうというふうに言ってるとタクシーが終わってきてでタクシーもあの料金支払ってちょっと後ろ向きになって傘を差しつつあるブルマっていうですね、まあ、めちゃくちゃ映画っぽいコマです。もう もう多分この辺りですね鳥山明も長期連載を確保した頃だと思うんですけどももうね「ピッコロ大魔王編」の前半とかにですねちょっと余裕がなくなってきたのもう一回余裕取り戻してきてるからいろいろ雑あのいろんなものを書くだけのですね心のなんかこう遊びが生まれてきてるわけですねうまいです。でこのあとですねブルマがあ降りてきたということでですねブルマ登場ですね。 分、ねまああの1/2ページ分あのぶち抜きというやつですねあのこういうのをですね1234と4つにあの縦に分かれているので2段ぶち抜きって言うんですけど2段ぶち抜きで出すんですね。でブルマを2段ぶち抜きで見せて成長したな色っぽくなったなというのを見せてきて悟空はどこだと「押す」って言って声が来て後ろ姿で3段ぶち抜きですね。 えー、3分の2使ってですね4分の3かぶち抜きでですね悟空を見せてますねで次のページではもう本当に、えー、もう一段多いぶち抜きページでですね悟空を見せてるんですけどもこういうですねそのこの、えー、雨の中の天海地武道会場で風景描いて。 えー、来ないなって言ったらブルマが最初現れてブルマの変化を見せてブルマお前いい女になったなみたいなことを言いながらやってるとなんかやたら体のでかい男かられたそれは誰かっていうと悟空だったこのね見せ方はこの辺が多分鳥山明の漫画家としての頂点だと思いますもちろん人気漫画として面白いのはここから先どん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 面白くなるんですけども絵のバランスと見せ方っていうのを全部描いてる まあまあ、そこら辺の総合力で評価するとこの辺の鳥山明は、えー、彼が描きたかった子供漫画のほとんど頂点にいたんじゃないかなと思います。<laughs> 質問とかですね、意見とかですね、これ違うよというのもどんどん書いてください。あの この岡田敏夫ゼミというのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分の質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。